はいどうも、フメダヨです。最速プレイ動画が公開されたんで、昼発動数、とかですね、コイン補正値、あとはまあ事前評価として、まあ、どれぐらい稼げそうかっていうところをちょっと考察していこうかなと思います。はい、ということで皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします。桜ミニは出てきた桜餅をタップするんですけど、これはですね、これ単体消しでももしかしたら強いとかないかな、バハミみたいにっていうのも、まあ、ちょっと気になるんですけど、単体消しでどうなのかと。例えばさ、タイムボム狙える消去数になったら強いじゃないですか。そうなんで、まあ、その辺がちょっと気になりますよねということで、まあ、早速発動数見ていきましょうか。この辺から、この辺からちょっとなぞり早いから再生速度を落とします。1,2,3,4,4,4 ですよ。5です。5、今5です。9です。15っぽいね。9で13か14だ。おお、発動数14、軽いね。ワンチャンやっぱ強いんじゃない。繰り越しできるじゃないですか。ツムはスキル中動くはずなので、ワンチャン強いぞ、マジで。じゃあ、補正値見ましょう。消去前で78。何消去か。右上タップして、30? 何消去?何時の状況。267。いや、マイナス入ってるんかい。マイナス入ってたらもう弱えよ。マイナス 77% なんで、まあ多分段階的には多分マイナス2段階みたいな感じになると思います。マイナス 23% 入ってるというか、いや、もうこれマイナス入ってたらね、もうキャベミにはかなわないっすよ、多分。はい、っていう感じですね。ってなってくるとよ、純増がさ、通常246なんだけど189、まあ、200コインしか入らないんで、いや、これこそ6000ぐらいしか稼げないかもしれないですね。ちなみにこの方がフルアイテムで3000とかだ、いわゆる6000も稼げない説もある、ワンチャン。はい、ですね。じゃあ、あとは、あ、大倉さんの、ワンプレイどんぐらい稼げてるか見ましょうか、じゃあ。あ、でも3000いってんじゃん。あ、じゃあ6000いけそうじゃない?やっぱ。6000近くいけるかな?なんとか。よくて6000とか、そんなレベルかもしんないですね。いや、消去数34号でマイナス2段階なんで、ちょっときついっすね。あとちょっと単発でさ、何消去消すかっていうところで、まあ、あれが9消去とか8消去だったら、タイムボム狙いで、ワンチャン、ここは、積むとして化ける可能性があると。でもさ、最初のさ、ミニタップするところでさ、あ、6個しか消してねえ。多分無理だ、これ。続いた。最初のミニさ、多分ミニで一つの消去数が多分分かると思うんですけど。あ、でもこれだと8っすね。多分。うん、これだと8消してるんで、ワンチャンっすね。まあ、でも配置次第でようやく8って考えるとちょっときついかもしれないですね。はい。あ、上に来るともう絶望ですね。はい、ではじゃあミニじゃねえ、デイジーの方見ていきましょうか。デイジーの方は多分補正なしなんすよ。なんで、まあどうすかね。1,2,3,4,10
ドス数はね、まあまあ軽いんで、ミニもそうですけど。12発ドス、もしかして。いや、俺の間違い。12じゃない？え？ドス 12？ 嘘？俺の間違いじゃない？ドス12なの？12だったらちょっと変わってくるって話が。1,2,3,7 違うね。7で6で10、ここで13だもんね。全然違うわ。15だね。15。15です。よっしゃ。最初の 3つ判定されてなかったですね。で、この後ですね。はい。コイン補正値が判明します。さあ、31から、消去が少ない21。ワンチャンの補正あるのこれ。ないな。多分ないっす。まあこれ 103% なんですけど、多分ボムとかのコインが入っちゃっててこれになってると思うんで、補正は多分ないっすね。ということで、発動数15で、補正なしの32消去とか。弱いっすね。だって、白生ただ審判もそんな強くないけどさ、発動数15で36とか消すでしょ。単純に白ナマタタシンバの4消去減ってるみたいなイメージなんで、弱いと思います。性能的には5000枚ぐらいじゃない？それこそこっち5000枚ぐらいだと思うわ。はい、ということで、まあざっくりですけども、まあ性能は分かったかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。ちなみに一応ワンプレイどれぐらい稼げてるか見ましょうか。3000枚か。大倉さんはやってなさそうっすね。はい。ということでですね。まあ、以上が、新ツム2体の性能になりますけども。まあ、コレクション、ツムかな。ピックアップツムになりそうだもんね。この性能だとピックアップツムになりそうな雰囲気が漂ってますけど。でも、ミニはね、12月末に年末に新ツムとして登場して、早くも3月にねまた新ツムとして来るということで、はい、年は優遇されるんですかね。もうちょっと性能強くしてほしかったですけども。桜もちみに可愛いですね。はい、ということで以上で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。登録ぜひよろしくお願いします。バイ。